ただいまより囲み取材を始めさせていただきます。まずは不正に関するご質問をお受けいたします。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。経営所の被疑者の総点ですけども、今日は早い時間に港警察署が配慮している中でですね、高校生になっていることになりました。受け止めとしてはどうでしょう。いやもうこれ本当に残念やと思いますね。いや高校生もね、こうと、まあ、職務質問を受けるということになるんだろうけど、もうそれ素直に受ければ、逃走犯と違うことははっきり分かるんだからね。とにかくね、この若い、人たち にね、こうやっぱり警察は職務として、そういう、こう犯罪に関与している恐れがある人は職質をかけて、もしそれで犯罪に関与していた場合はね、これは府民の安全安心を脅かす、これをもう悪い人になるわけだから、まあ、犯罪を未然に防ぐということも警察官の非常に大きな仕事なんでね、これはやっぱりいろんな形で、まあ、職質はかけていくと思うけど、まあ、とにかく職質されることをで、もういきなりね、その身柄拘束されることとは違うんでね、まあ、無理に、逃走とか逃げることはね、もうやめてもらいたい。まあ、自分の命が危ないわけだから、その辺を、まあ、ぜひね、特にそういう、こう若い人たちはにはその辺を理解してもらいたいと思います。平容疑者の逃走から、まあ、もう少しで3週間もなろうとしていて、今日のこともあって、なかなか警察も手をこまねいているかなというふうに見えるところもあると思うんですけども、3週間経つ中で、警察にはどういう対応してほしいというのは。いや、もう警察からはね、まあ、警察の持てる力も、これはもう、この案件にね、他の案件もあるんでね、大府警の総力っていうところまではこれできないけども、まあ、できる限りのそういうマンパワーも使って、捜査してると。いうことですからね。これは僕らはまあその捜査の中身については素人なんでね、これはもう警察がとにかく警察に、頑張ってもらうしかないと思ってますよ。我々が公正合わせ言ってもそれは的外れになりますから。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは政務に移りますので、しばらくお待ちください。お待たせしました。それでは政務に関するご質問をお受けいたします。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。明日の維新が常任役員会です、どういった案内になりますか。沖縄 の知事選挙について、の話ですね。維新として、今推薦依頼されてるわけだから、それに対しての答えを出すということです。参議院選挙の候補者とはお話はないでしょうか。それは今も馬場幹事長のところでやってもらってるんで、報告程度はありますけど、明日の時点で、明日の一番の会議の議題は沖縄知事選挙ということになるでしょう。フランス知事選は代表自らもですね、現地に行かれて応援等ですね、現地に行かれる予定等は、ございますでしょうか。これは明日きちっと維新の会としての立ち位置を決めて、これは沖縄は下井さんの地元ですから、下井さんの要請があれば、できる限りの協力はしたいと思います。他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは国民取材終了させていただきます。ありがとうございました。